今回のリサズトリップはニューヨークからポルトガル・リスボンへひとっ飛び。近くに来たかったお店があったので入っちゃおうと思います。このですね、サーカスみたいな、なんと缶詰屋さんなんです。かわいい。レッツゴー。ハロー。 It's the first time here. Yeah.Do you know what we're selling? Do you have an idea? Oil sunny? Yes, it's in olive oil. And you're probably wondering why we have dates on them. That's because there's something written on what happened in that year. Famous people that were born in that year as well. Okay? If you follow this goal, you will find a can with the year of your birth. Mm-hmm. And you can see what happened. Oh, okay. So what do you like? Overall, together. 自分の年のやつを探せる。私1989なんだけど。はいはい、めっちゃかわいいやん。1989。あ、1個ありました。楽しいね。5ユーロです。まさかこんなお店で売ってるものがオイルサーディンだとは誰も思わないですよね。キャンディーとか売ってるのかと思ったらオイルサーディンというところが私好きです。さあ、ロシオ駅に着きました。ここの駅はとても綺麗で有名なんですが、なんと入り口が馬のひづめの形をしてるんです。さあ、これがそうです。じゃじゃーん。駅お城じゃないのってぐらい豪華な駅です。駅前のスタバに来ました。すごく素敵なインテリア。そしてさすがポルトガル、ペーストリーの中にパステルデナタ、エッグタルトがあります。でも私は朝食べたので違うものを頼むと思います。なんだこれ。暑いから美味しい。じゃあシントラへ向かいます。次の電車までちょっと時間があるのでロシオ駅を散策しております。で、床がガラスで下が見えちゃいます。ん？ということは私のスカートの中も見えてる。 Oh my god。駅にはですね、ショップもあります。30分ぐらいあるのでちょっとどうしようかなみたいな感じなんですけど、ここから乗ります。リスボアカードで早く駅に着いたら電車はもう待ってるので、シントラ行きはすごく混むので先に席を取って待ってるといいかと思います。私もパンを買って、今から乗り込みます。割と古い電車ですね。危ない、違うところに行ってしまうとこでした。これはメレカス行きで、こっちがシントラ行きで、まだ来てなかった。よくやるよね、こういうの。本当に As usual。 電車が来るの待ってる間暇なので食べてみたいと思います。見たまんまハムが入ってて、ハムとチーズかな。おいしい。シントラ行きの電車が来ました。
かでしたか？次回はポルトガルの鎌倉、シントラをご紹介します。見てねー。